どうもバロンザーマスです。今日はやってまいりました茨城大ニュータウンですね、ご紹介編で、今回の視聴者様、マイケルさんと言います。実名はちょっとね伏せておくということで、顔出しなしで、出ていただきました。どういった方かと言いますと、この茨城大ニュータウンの話をラクマチさんを見てですね、おう、ザーマスさんって人おるんや、じゃあ連絡してみようと思って気軽にね DM くれました。で、見学したいと、じゃあどうぞっていうことでね、まず見学をして物件を見に行ってですね、で実際この人めっちゃ面白い人で、まさかの、いや僕住みますわってめっちゃ簡単に言ってはったんですね。で、まあ家を買うんだけど、まあまあけど少しここに慣れたらどうですかという意味で、まあじゃあちょっと賃貸で探してみたい、今日なかなか見つからないよねっていうような話をしながらですね、まあ不動産屋さんにつないでですね、次回今度は電話直接して交渉してみると、まあそういった話になりました。ほんまにユニークな人がいっぱい来てるんで本当に嬉しいです。まあバンドマンなんですよ、ギタリストなんですよ。だからまあギターとかをね、今やと夜の8時から弾けないっていうこともあるらしくって、何も都心部に住む必要ないかい、僕は田舎生活したいんだと、まあついでに DIY とか面白いよね、机とか作るそういうのも好きなんですって。まあそういったことができる物件をね、僕今探してますということでお越しいただきました。この後ですね、インタビュー撮ってるので、よかったらね、その人柄も含めて皆さんよかったら感じてもらえたらなと思います。ちなみにですね、この日は取材出ていただいた日なんですけども、まだ物件の僕 YouTube 動画を上げる前なのにもう来られてるというね。で、まあ先に物件を見てですね、めっちゃええですやんってね、ボロボロの方がいいんすよ、直してもう楽しみですってね、非常に前向きな方でございます。取材のね、インタビューの後半になると、まあなぜそんな明るい性格でいられるのか、で、まあかなりのご苦労をなさって今があるということもわかると思うので、よかったらね、皆さんからすると二の足を踏む前に一度見に来ようかみたいなね。今ちょっとね、車で見えてるクール宅急便、そうです、ちゃんとねアマゾンも宅急便を届く場所なんです。よかったらね、食わず嫌いじゃなくて一度茨城大ニュータウンの方へお尋ねください。それではね、今からインタビューの方を始めたいと思います。どうぞ最後まで皆さんぜひねお楽しみください。どうもこんにちは。こんにちは。はい、まず今日はね、見学に来られたということで、お名前伏せたいということですので、何かハンドルネームとかあだ名でお願いします。じゃあマイケルでお願いします。マイケルさん。はい。どこから来たんですか、マイケルさんの名前は。マイケルシェンカーが好きなので。好きなのね。はい。なんか音楽かなんかされてるんですか。はい、ギターをちょっと。あ、ギターね。してます。なるほど。後でゆっくり聞かせていただきます。はい。はい、マイケルさん、今回茨城大の見学、なぜ希望なさったんですか。ラクマチを見て、はい、ザーマスさんのことを知って、はい、でダメ元でインスタから、はい、メッセージを送りましたら、はい、すぐ帰ってきたので、はい、こういうタイミング、縁のものやと思ったんで、うんうんうん、お願いしました。はい。で、実際ね、今日ここへお越しになってみて、率直な感想をいろいろ聞かせてもらえたら。そうですね、何の問題もなく、はい、ぜひ住みたいなっていう、はい、住んでみたいなっていう街でした。あ、はい、もう雰囲気とか。あ、もう雰囲気もいいし、はい、まあ、不便なところもたくさんあるとは思うんですけど、はい、静かやし、うん、まあ、自分がやりたいなっていうことができそうな街やったので、うん、はい、ここはすごい興味あります。うん、なるほど。はい、で、実際そのマイケルさんがこういう場所、はい、まあ、ちょっと偏僻な場所に物件を求める理由って何ですか？何がしたいとか。まあ、まず一人でのんびりしたいっていうのもありますけども、うん、まあそうですね、自分で作って川で、うん、商品作ったりとかしたりとか、うんうん、まあ、自分で今後やっていきたいなっていうような商売のことも考えると、はい、別に都会じゃなくても全然できるので、うん、周りに気を使わずに、うん、黙々とできそうだなと思いまして、あ、はい、まあ、今お住まいとかはちょっと、まあ、要は普通の密集地で周りに気を使わなきゃいけないけど、はい、ここであればね、気を使わずに例えば革職人になるとか、はい、でギターやられるって言ったんですか。ギターも弾いたりしてますなるほど。だからやっぱ今はギターは制限ありますか。やっぱりあります。夜8時までしか音が出せないっていうのと、うん、そうですね、周りがお年寄りいっぱいおる、うんうん、いるので、はい、言うたらイヤホンしながらテレビ見なあかんとかっていうのがあるので、うんうん、ちょっと不便やなとは思ってました。ああ、そういう意味はここではね、そういったことは概ねクリア、はい、まあ、その夜中の2時3時に行きたいが怒られるかもしれないけど、
まあ、こういう一軒家が手に入れば自分のお城になると、はい、で本気で探されてるんですね。本気で探してます。で今までどっか他は見に行ってきました、茨城大以外以外は、能勢の方とか、能勢いいですね、あっちの方はちょろちょろ見には行ってるんです。なかなか物件が出てこないので、そうですね、はい、でもやっぱまあ能勢もそうですね、能勢の方がここより割高にはなるんで、はい、やっぱ3、400万ぐらいで、こっちは300万以下で買いに行けると思うんですけど、はい、やっぱお値段も魅力の一つですか。もうあります。ああなるほど、はい、でここへお住まいになってお仕事には全く影響がないとおっしゃってましたね。そう、全くないです。おじゃあ迷うことに来たいと。はい、でここへ来たら例えば、まあ、音楽の練習ですね、はい、ギター作曲とか、はい、で革職人、はい、他に何かやりたいことは、その一人でのんびりって多分自然が好きとか。あ、そうですね、川に行って魚取りたいです、ね、ああはい、そういうスポーツ好きなんですね。あ、ありますよね、はいはい、お魚は川釣り好きなんですか。取る方が好きです。そうか、はい、なるほどね。とは取るって言うの、手で取るのか。いや、網で取る。網で取る、なんか渋い渋いな。ロッカーですね。なかなか原始的なやり方で楽しみたいですね。はい、でちょっと振り返ってみますけど、はい、今まではずっとその人生は都会の中で。そうですね、今現在も都会なんですね。今も都会です、はい、でじゃあ田舎と接したことってあります、子供の頃から今に至るまで。そうですね、もう休みの日は、うん、もうドライブで田舎の方に自然と行ってましたね、うん、はい、じゃあ元から田舎がなんとなく好きっていう、はい、若い時代から今に至っても、はい、で今度は家を構えようか、はい、もし行けたらなと思って、はい、で住み方としてはどんな考えてるんですか。例えばもう一軒家ボロボロのやつを買って DIY したいとか。そうです、そうなんですけど、ただちょっとさすがにいきなり買ってっていうのはちょっと怖い部分もあったので、でどっか賃貸ないかなと。賃貸でとりあえず1年間経験して、でいけそう、いけるわと、住んでみて、このままずっと住みたいっていうふうにもなれる、なれたら買いたいなと。はい、ただ夢だけ見ててもダメかなと思って、はい、ノリで買うよりもしっかり1年間ちょっとちゃんと住んでみてっていう、はい、なるほどね、はい、となるとまあ綺麗な賃貸がいいのか、もうボロボロでもいいからね、 DIY していいよっていう賃貸がいいのか。もう DIY していいよっていう賃貸があればもう全然ありがたいです、ね、もうボロボロでも全然大丈夫です。そうですよね、はい、だから本当に相手のこの場合交渉でオーナーさん次第なんで不可能ではないと思うんですが、はい、いろいろ交渉してみます。いや したいですね、はい、まあ、1年後購入前提で、はい、まあ、最初はゲ、まあ、月たら3万とか5万払いますから、はい、しばらくは待ってもらって、はい、でどうしても嫌って1年後解約みたいな、はい、でもまあね DIY して綺麗にしてくれる限りはオーナーさんも困らないですから、ね、はい、最悪ね。なるほどな。じゃあ結構 DIY 自体も楽しみにしてあるんですか。そうなんですよ。んどんな部屋にしてみたいんですか、建物とか。やっぱギターができる感じ、まあまあ そんなんもあるんですけど、うん、なんかもう落ち着くような部屋を作っていきたいなっていう、うん、マイケルさんにとって落ち着く部屋ってどんな部屋なんですか。気が多い部屋。気が多い部屋、はい、なるほど。じゃあ自分で木切って壁に貼って壁に貼りまくってカン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 って、やっぱこうアメリカチックなこうログハウスみたいな。あ、そう、そんなんもいいですよね。へ、夢広がりますね。壁に漆喰塗って、ああ2回塗って、はい、徹底して徹底して。ああ、すごい。今そういうお仕事がしたことありますか。あ、ないんですけど、はい、テーブル作ったりとかそういうのは自分でやってました、はい、ああなるほど、はい、じゃあそういうのお好きなんで。そもそも、ね、結構好きなんで。じゃあ家ボロボロでも買ったら自分なりにこう、はい、ちゃんとこうめちゃくちゃ木の多い家って作れそうですね。 なんとなくですけど、はい、あ、なるほどな、面白いな。まああとは実際はここにお住まいになってもお仕事には困らない。全然困らないと、はい、あの時間的にもその、はい、都会に出るんですけど、はい、別に苦になるような、うん、時間帯じゃないので、はい、今の家から通うのと、うんうん、大して変わらないんですよ、はい、だったら別に静かなところでのんびりとっていう、うん、はい、なるほど。じゃあ全部揃ったんですね、茨城大ニュータウンでね、
だからまあ、あの不動産屋さんも含めてですね、はい、ぜひマイケルさんで交渉して、はい、ちょっと特例ですけど1年間先貸して、はい、でも DIY させてってまあまあ微妙なことおっしゃいますけど、はいはい、でも乗ってくる人もいらっしゃると思うんですよ。いてくれたら嬉しいですけどね、うん、だからそのまあ一回売ってしまったらおしまいの関係になるので、はい、逆にね賃貸で1年間お互いの信頼も稼げますし、はい、まあ、結果買ってくれても嬉しいけど、とりあえず月に例えばオーナーさんがもね3万円とか5万円が手に入るんだったら、はい、もうそれで万々歳っていうのがいるかもしれないので、はい、やってみる価値あると思う、はい、じゃあぜひねあの不動産で紹介しておきますので、はい、交渉交渉してまく、はい、そんな人いんのっていう人もいると思うんですけど、はい、でもね今あのマイケルさんのお人柄とかはねちょっと今1時間ほどしかまだ一緒にいませんけど、はい、なんとかなりそうな人ですもんね、交渉で人柄で、はい、なんとか、なんとかし、ね、お願いしたいですね、でも、ね、言い方次第ですよね、はい、助けてくださいっていう、まあどっちが助けても分からないみたいな話で、結構おもろいそうなんですけど、はい、いや、でもそういう方々がこういうのに来てくれるとね、はい、あの少しずつ盛り上がっていくと思うので、はいはい、で物件自体は、あの楽松さんの取材で分かるけど、3分の1は全く手つかずなんですけど、はい、オーナーが出てこないんですよ。はい、だそういう人を例えばマイケルさんみたいな人だったら、はい、売るのは抵抗あるけど、はい、貸すんやったらええでボロボロでもいいんやなっていうやり方ができたらね、はい、それも一つの新しい不動産賃貸なんで、はい、ぜひとも、ね、見つけてもらえたらと思います。あ、僕からも聞きたいんですけど、はい、これネットの環境とかも全然大丈夫なんですよね。大丈夫です、はい、光で生きてますんで、もう好きなだけ YouTube 見ていただいて、はい、音楽聴いて、ね、検索できて携帯も全部つながりますからアマゾン頼んだら来るんですか？来ます。アマゾン、これがもう、ね、アマゾン届く、宅急便も届きます。あ、もう何の問題もないじゃないですか。はい、新聞も届きます。届かないもんはないですよ。まあもう別に何、はい、不便もないんで。そうです。だ食料とかも、まあ要はアマゾンでも買えますから、はい、ペットボトルお茶とかで届きますから、はい、お住まいになる限りは全然不具合はないと思います。はい、普段は、気晴らしね、ちょっと天然素材のものを食べに行かれても、はい、ここから30分圏内で山ほどありますから、そうですよね、はい、だから川遊びして魚を取ってうまい飯食って帰ってきてとか温泉に行ってとかね、あ、そうなんだ、はい、他に何か質問ありますか？他は別に大丈夫ですか、はい、なんかもうノリでマイケルさんもうすでに住んでる人みたいな感じだねなんでしょう、けどこのお人柄の良さと雰囲気なんか底知れぬものを感じますけど、あの人生穏やかに生きてこられたんです、そう荒波の中を乗り越えるタイプだったんですか？めっちゃ借金背負いましたねいやいや、そのザマツさんみたいには言ってもいいけど、僕もはい背負いましたね、苦労なさって、それはやっぱりあのここで話せる範囲内にですけど、はい、自分じゃない借金を背負って、あ、そうです、それを返してきた人、はい、完済して、あれ完済し終わってからがもうふぬけになるっていうのがねあのあれは何なんでしょうね。いや、ハングリーさですよ。いや、マイケル面白いな。え、結構男友達めっちゃいそうですね、そのキャラクター。だって借金がなくなってよかったねの3日後ぐらいにはふぬけになったじゃん。もう張り合いがありませんみたいな。いや、もう僕その日にもう落ち着いたんですか？はーって終わったってなって、何しようかなみたいな。何しよう、働く気がなくなったんですよ。あ、そこまで。あ、逆に言うと追い込まれないと借金を背負わされたことによって爆発的なパワーで一気に、はい、ね、かなりの大金をお返しになりましたけど、返し終わってからふぬけになった。ふぬけになりました、うん、でギターの音も悪なった、悪なったはじけなくなるほど、ご苦労人じゃないですか。もうちょっとハッピーに生きてください。あ、そうか、それがハッピーな伝え方、だからもうそれ、そうなんですよ、もう家で自分でカン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 やって、うんうん、はい、なんか家の中になんか薪ストーブとか作りたいじゃないですか。はい、はい、全然いけますからね。あ、薪ストーブだっていくらでも廃材で燃やせますからありがたいですけどね。はい、そうなんや、薪ストーブね、あの、こうあれですよ、ザーマスチャンネルのこう車が好きな方の中で、はい、金子さんって方がいらっしゃるんです、はい、その薪ストーブの会社がやってる、そうでしょ、施工業者なんですよ、薪、まあ、海外のとか日本のね、薪をストーブを買ってきて施工までやってるんですよ、はい、めっちゃいいですよ。あと、あの、もう一人キャンプ好き大江さんっていう人が長野県に、はい、大阪お住まいなんですけど長野県の安曇野っていうのに別荘を買った人は、あの薪ストーブやっぱつけはった、薪ストーブの火見て一日いるって言われ
あ、それいいですね。はい、おもろくないですか。そう、あ、だから逆にマイケルそういうのが必要なんですよ。はいはい、あ、戦う戦闘人間みたいになってるから、はい、薪ストーブで一日ぼーっとして顔を作るみたいな。あ、いいですね。そんなんいいですね。あ、いや、もうぜひぜひ来ていただいて、ね、一緒に、はい、遊んでください茨城で。ありがとうございます。はい、じゃあ本当に、じゃあ、あとはね、はい、回ってお送りしますんで、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、で、最後、あ、ごめん、最後最後って言って申し訳ない、視聴者の皆さんに何か一言もらえたら嬉しいんですけど。あ、一回見に来た方がいいと思いますよ。お、考えてる人がいるんでしたら、はい、結構楽しいです。あ、ほんますか。ザーマスさんに連れて行ってもらったら、はい、いろいろ分かるんで。はい。ありがとうございます。はい、爽やかに言っていただいて、どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。その後ですね、マイケルさんを連れてですね、お蕎麦屋さん行ってまいりました。茨城大ニュータウンからね、わずか7キロの場所にある手打ち本格蕎麦、十割蕎麦なんですね。これがまたいいお店なんです。ご紹介しておりますので、よかったらね、動画の方ご確認ください。蕎麦自体がね、2種類出てきまして、おつゆをつけて食べる方と塩で食べてくれ、これが通なんですね。私友人で大阪松下の職人ね、だるま一門の松下職人がいるんですけど、彼もね、お塩で食べる蕎麦は本当にうまいぞって教えてくれました。なので早速ここでもやってみましたが、非常にね、美味しゅうございます。スイカにお塩をかけるのと一緒ですよね。なんか甘みも出てくるって、これがまた面白かったです。はい、最後はそば湯を使ってですね、しっかりね、エキスを吸って帰ってまいりました。はい、そういうわけで今後とも茨城大ニュータウンよろしくお願いします。それでは失礼します。バイ。